い、佐藤あやめです。ちくわです。ちくわにゃん。ちくわの日常の動画も見てね。まあ、今回はちくわの動画ではないんですが、久しぶりのねちくわちゃんの登場ということで、っていうことは関係ないんですが、はい、じゃーん。リクエストでもすごい多かった私のねめちゃくちゃお気に入りの超ミニバッグ、もう手のひらサイズって言ってもいいのかなっていうぐらいね、とにかくちっちゃいバッグなんですけど、こちらの中身をご紹介したいと思います。イエーイ。パパパパパパパ。私こと佐藤はですね、ミニバッグが大好きで、基本的にもうこのくらいのサイズのミニバッグばっかなんですよ。でも私の家にあるバッグの中でダントツちっちゃいかなと思います。ダントツ容量が何ないというか、そのくらいすごいちっちゃくてパンパンに膨らんだグラマラスボディって感じのバッグなんですけども、こちらを持ってお出かけする時の、中身をご紹介していきたいと思います。こちらのバッグは去年一昨年ぐらいかな、一昨年とか本当に2年前とか忘れたけど、まあそのくらいちょっと前、去年ではない、それより前に、買ったものです。ドルチェ&ガッパーナの今流行りのね、ドルチェ&ガッパーナ香水ではないんですけども、こちらのねおバッグ DG って書いてあって、ここの周りにパールがかわいい。このチェーンの部分とかもドルガバらしい派手さがあってね、でもシンプルで、グレーの色のバッグってこれしか持ってないんだけど、すっごい使えます。チャックもねゴールドになってて、開けるとあらもう中が見えないぐらいパンパンです。じゃあ中身早速紹介していきたいと思います。一番上こちら、じゃーん。ぐしゃぐしゃに入ったハンカチ。こちらのハンカチは、フランフランのハンカチです。お花柄のハンカチ。コロナがね流行ってない時も、もちろんハンカチは女子力アップのために持ち歩かなきゃいけなかったんだけど、でもコロナが流行る前だったらさ、ハンドタオルとかさ、なんかこうガーっていうやつとかあったやん。だけど、あんまりハンカチの必要性を正直見出せてなかったわけ。てか単純に持ち歩くのがめんどくさかったから。ミニバッグ大好きだから、もう最小限最小限にして、ハンカチは結構なんだろう、私の中ではもうあれしてたの、いらない存在だと思ってたのなんですけど、こういう風なね世の中になって、ハンドドライヤーみたいなガーみたいなのもないし、だからって手が濡れてるまんまじゃちょっと衛生的にも良くないしとか考えたら、もうハンカチは絶対必需品だなと思って、本当にここ数ヶ月はずっとハンカチ持ち歩いております。フランフランのハンカチお得なのでおすすめ。見た目も可愛いから女子力アップした気がする。そんな感じでハンカチです。そして次ここ行くか、お財布。じゃーん。お財布もドルガバのお財布です。これも去年か一昨年ぐらいに買った気がするものです。私はお財布は絶対三つ折り財布にしてます。まあミニバッグに欠かせない三つ折り財布的な感じでね、お札も入るし、カードも入るし、小銭も入るし、容量はね多くはないんですが、普通に出かけて困らないぐらいのものは全部入るの で、カードとかもめちゃくちゃ入れてるよこれ。まあ、とりあえず20枚近く入ってるカード。でもすごくない？これ20枚入るって。それとプラスお財布の中身は2000円しか入ってない。やばいね。私基本的に現金派じゃないので、ほんとお財布の中は1万円以下しか入ってないかな毎回で、あとはクレジット全部、もうクレジット人間です。はい、そんな感じでドルガバの三つ折りです。もうぐっちゃぐちゃというか、もう20枚も入っとけすごいパンパンだよね。で、そして次こちら、携帯。携帯は、これはね、ロフトで買った iPhone 11 Pro 用のカバー。キラキラ、なんかシェルっぽい、なんていうのかな、こう石っぽい感じの白のデザインですごい可愛い。で、iPhone は11 Pro 使ってまーす。ホーム画面は私の大好きな愛車の BRZ の絵みたいなやつ。ホーム画面っていうの？壁紙？なんていうの？そういう系。この子は絶対必要なので、絶対に入れる。当たり前に言わなくてもみんなそうよね。分かっとるよってね、話をね。じゃあ次、鍵ちゃん。家の鍵と、車のキーと、あと、お守りちゃんと、あと、フェンディのキーチャームです。このキーチャームも誕生日に自分にプレゼントで買いました。私は車に乗ることもすごい多いので、なのでもう鍵は絶対こう家の鍵と車の鍵は一緒にしてます。そして次はこちら、じゃん。これはね消毒液でございます。100均で買ったミニボトル、ダイソーかなで買ったミニボトルに消毒液を入れてます。これは絶対持ち歩いてる。もう何が何でも持ち歩いてる。しかもこのコンパクトさ、もう人差し指レベルですよ。
基本的に消毒液って持ち歩いてる方多いと思うんですけど、なんかミニボトルでさえ結構大きかったり太かったりするの。でもやっぱ100均のねこういう細長いボトルに詰め替えることによってよりパックの容量を減らせるのでおすすめ。消毒液ねちょっとどうにかしたいなって方は100均で詰め替えるのおすすめです。このくらいのボトルだったらもう1日で使い切ること絶対ないし、こまめに使ったとしてもこれが全部なくなることはないから、満タンに入れれば。だから基本的にこの半分ぐらいになったなって思ったら満タンに入れて持ち歩くようにしてます。必要なものをいかに最小限できるかっていう風なことを考えて頑張っております。はい、そして次こちら、こちらはちょっと指紋がついてて汚いですが、フレドポーのタンクッションエクラオークル00を今日使ったクッションファンデでございます。ファンデーション持ち歩かない時もあるんですけど、今の季節マスクが必要なので絶対マスクつけて外出するわけやん。だけどもうねマスクでこっから下だけヨレヨレになるよ。それが嫌やけん、大事な遊びに行く日とかさ、大事なご飯の日とかおデートとかそういう時にはもうお直しコスメ絶対持っていきます。このベースは今日もクレドポーでやったんだけど、めっちゃこれいいよ。もうやっぱねちょっと高いんだけど、でもやっぱもう違う、本当にもちもだし、ナチュラルさっていうかもうナチュラルなツヤ感だったり、本当にね崩れても綺麗だし、クッションまでいろいろ使ったけど私はこれ一番激推ししてます、クレドポーのクッションまで。はい、そして次こちら、この季節がやってまいりました、イヴ・サンローランのルージュボリプテシャインの80番。この80番今使ってるんですけど、ちょっとだけブラウン味が混ざった明るい赤って感じ、こんな感じの色もリピートもしまくってて、冬とかになるとはこの季節が来たなって思ってこれを使う。なんかこれは色持ちとかは、まあ、正直めちゃくちゃいいかって言われるとそうでもないんですけど、色味が好きなのと、あとテクスチャが好き。唇乾燥する季節だからちゃんと潤いを与えてくれるの、だから好き。色持ちがいいリップだったり、なんかそういうティント系を使うこともあるんだけど、やっぱティント系ってね皮がむけちゃったりもするから、毎日ずっとは使えない。私の唇はナイーブだから、ちょっと唇荒れてきたなとか乾燥がひどくなってきたなって時にはこのルージュボリプテシャインを持ち歩いてます。ここに内ポケットあるんですけど、内ポケットはね見てわかる通りお薬が入っておりますね。バファリンルナが入っております。偏頭痛持ちなので、外でお仕事の時とか、まあなんかお出かけしてる時とか、もう頭痛がさあるだけでもう一気になんか気持ちが落ちるというか、集中できんわけよ、いろんなことに。痛くて気になるから、そういうことをなくしたいなって思ったので、私は基本的に頭痛薬は持ち歩いてます。もう頭痛って厄介よね。もう偏頭痛持ち大変、雨の日とか最悪、低気圧も最悪で。ちょっとこの中詰めていきますね。クッションでリップ消毒でお財布、鍵が結構でかいんだよ。で iPhone、 意外と入るよ。一番上にこの子をぶち込む、詰め込むって感じよ。今の季節アウターとか着ることが多いから、基本的に携帯とかはアウターのポケットに入れてたりはする。うん、そしたらねまだ容量ができるじゃん、生まれるんよ。全部収まりました。はい、というわけで今回は私の超超超ミニバッグの中身をご紹介しました。いかがだったでしょうか。私ねこのバッグお気に入りですごい使ってたから、バッグの中身紹介してないかなとか思ったんだけど、してないのかな、してるのかな。まあでもリクエストでもこのドルガバのバッグの中身紹介してほしいってあったので、まあしてたにしても中身は違うので、ミニバッグ持ちたいなとか、どういう風に減らしたらいいか分かんないとか思う方はぜひ参考になればなと思います。今回も最後まで見てくださってありがとうございます。この動画が良かったよって思ってくださる方いらっしゃいましたら、グッドボタン、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。